ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチメインになっていたこちらの2つの雑誌を買ってきました。1つはコロコロコミック、そしてもう1つは妖怪ウォッチの丸ごと友達ファンブック第8号ですね。はい、今回はこちらの2つを見ていきます。はい、ではまずはこちらのコロコロ1月号見ていきましょう。なんといっても欲しかったのはこちらのドリームメダルの冬にゃん、エンマブレード持ってるバージョンですね。はい、この他にも妖怪プニプニ冬にゃんエースや、こちらのコロコロだけの限定版のベイブレードに応募できる何かがあるんですね。そしてデュエマーのダブルパック、これは欲しい人は目玉になるのかなと思います。はい、でもまあ妖怪ウォッチメインで見ていきたいと思います。はい、これももらえますね。妖怪ウォッチ3のすき焼きで、鉄鍋コイン QR、S ランク妖怪がゲットできるそうです。はい、見てみましょう。おまけだけをちらっと抜き取ります。あ、これですね。ベイブレードはこちらの銀剥がしプレゼントのやつでもらえるのかなと思います。これだけやってみましょう。はい、見開きのところに、鉄鍋コイン QR コードと冬にゃんエースの秘密のワード、そしてパズドラのタマゾーソニアのシリアルコードが入っているそうです。この裏ですかね。あ、ここからペリペリっと開くそうです。はい、買った方はここを開いてみてくださいね。はい、ではこちらの銀剥がしをちょっとやっていきましょう。左回転ロストロンギヌスの衝撃で勝てということで、赤い縁から順に、これってことかな、違うな、赤黒赤黒と、あ、めんどくさ、はい、赤を沸かして加速が出れば下のカウンターを左から赤鉛筆で一つ塗り、黒を剥がして加速が出れば右から鉛筆で一つ塗る、10回黒を塗り中央の線を越えればゲームクリアだそうです。はい、ではやってみましょう。とりあえず、はい、赤を1個剥がして加速のマークが出たので、下から赤いところを1個塗ります。はい、書いてない時もあるのかな。で、続いて黒を剥がします。はい、黒も加速が出たので、こちらで1個塗ります。はい、こんな感じですね。で、繰り返して開けていきます。はい、加速出たので、また塗ります。黒はどこだ？はい。はい、出たので塗ります。これ何回やってもいいけれども、10回黒を塗ってこのラインを超えればクリアだそうです。要は赤が加速出ない時を探さなきゃいけないっていうことなのかな。じゃないと赤黒赤黒で剥がしてって赤の方が早いですもんね。じゃあちょっと8回ぐらいまでやっておきます。はい、あとちょっとになってきました。あと3、2、まずいまずい。はい、1、あ、バツ、2、バツ、はい、バツバツだったのでこちらも2つ開けていきます。これがバツバツじゃなければ、お、加速とバツ、うわー、ギリギリまで。こちらは1個も出なかったのでこちらの1個だけですね。はい、1個剥がします。加速、はい、こちらは、はい、加速でも、あともう1個ですよね、超えなければならないので、あともう1個黒が出たら OK。 はい、あー、加速が出た。こっちはバツが出なければ、あ、よし、超えた。はい、クリアー。
こっちも出ましたけれども、なんとか1個こんな感じで大丈夫でしたね。はい、他のところを開けて、まあ逆転しちゃうこともあるっていう話ですね。ここを選ばずにずっと加速だけ選んでたらちょっとだけ間に合わなかったかもしれないです。はい、ぜひぜひやってみてください。これで応募できますね。はい、応募してみましょう。はい、では付録の中身を見ていきます。はい、いっぱいありますけれども、さらっとなんかおみくじみたいなのもついてますね。そしてこれが今回のメインの、私の中のメインの妖怪ドリームメダル、こちらの妖怪ドリームメダル冬にゃんエンマブレードバージョンを見ていきましょう。特典1、任天堂 3DS ゲーム妖怪ウォッチ3で冬にゃん S と友達になるチャンスがあるのかな。はい、 QR コードをスキャンするといいそうです。そして特典2、この中には光の容器がチャージ済みなので、この光の容器開放すると七福神の福禄寿に挑めます。はい、容器は一度使用するとなくなります。データの復元対応はしておりませんということで、光の容器もどんな容器なのかちょっと聞いていきましょう。じゃじゃん、キラキラだ。はい、かっこいいです。冬にゃんエンマブレードしっかり持ってますね。うん、かっこいい。はい、ではこちらで聞いていきましょう。お、エマブレードの音が入っててかっこいいですね。これもセットってことかな。はい、ではこの中の光の容器どんな感じなのか聞いていきましょう。コアの部分を外して上に重ねます。長押ししてみます。はい、かっこいいですね。こんな感じで容器がチャージされている時には音声が聞こえます。間違っても消さないように注意してください。はい、その他のコロコロコミックの付録はざっくり見ていきましょう。はい、まずはカードが2枚入っていましたね。コアラニャンの、はい、ウキウキペディアドリームで使えるカード、そしてこれは何かな、アバディファイトのカード、そしてこちらは何かな、開けてみましょう。デュエルマスターズのカードかな。切らないように注意して中から開けます。お、かっこいい、オーマールのカード、一撃必殺のロックオンのカード、はい、純白木ラビカテロンのカード、メガデューバードラゴンのカード、宇宙一のカレーパンかわいいのカード、はい、こんな感じになっています。デュエルマスターズはちょっとやらないので分かんないんですけどね。はい、この勝ったファイナルメモリアルパックコロコロ特別バージョンも開けていきましょう。これもデュエマですね。はい、新ガイ銀河のカード、ガイアール RE のカード、ドギラゴンエントリーのカード、ミサイルバースト G のカード、レイジクリスタル調道、伝説の秘宝調道というカード、はい、この5枚ですね。キラキラしててかっこいいカードが入っていました。はい、そしてこちらはポケモンサンムーンイワンコ全力パック、なんだこりゃ。はい、月刊コロコロ完全限定全力を君にということで、これ開けてみましょう。何これ、ポケモンの全方位が1パックに大集結、これはすごいんじゃないかい。はい、
すごい、すごい。なんだこりゃ。あ、スペシャルガオーレ？はい。こちらのスペシャルなイワンコが入っていました。そしてこれはイワンコ強化道具シリアルコードが入っていましたね。そしてこれは何なんだろう。はい、カードとポケモンのカードが2パック入ってますね。こちらのカードゲームもやらないので全くもってわからないんですけれども、中身をさらっと見ていきましょう。はい。こんなカードが入っていますって感じで、もうさらさらっと見ていきます。2枚ずつ入ってるカードもあるんですね。はい、こんな感じですね。お、イワンコいましたね。2枚。あ、3枚入ってる。ぬいこぐま可愛いですね。はい、可愛いのしかわからない。うわ、これがこれに進化するの？キテルグマとかなってた。あ、傷薬もありますね。おお、スーパーボール。ハイパーボールもあった。お、なんかすごい。あ、これが一番上のやつですね。はい、ルガルガンっていうのが一番強そうな感じです。そして、もう一パックの方は、ポケモンキャッチャーが一番上に来てますけれども、これはさっきの続きみたいな感じで入ってるのかな？はい。あ、ちゃんとこういう博士とかのキャラクターもいるんですね。すごい。基本エネルギーがいっぱいあります。炎のエネルギーですね。8枚ぐらいあったかな？で、水のエネルギー。6枚だったかな？はい。塔のエネルギー。はい、こんな感じで。まあ、グッズが主にな感じの山でしたね。はい。こちらのカードが入っていました。はい、そしてデュエマの情報誌みたいなのと、こちらのベイブレードバーストの漫画、そしてなんか新聞が入っていました。はい、こんな感じですね。ポケモンのかな。はい、はい、では続きまして、こちらの妖怪ウォッチ丸ごと友達ファンブック第8号を見ていきましょう。はい、これ待ってたんですけれども、こちらは、このメダルが中に入っているわけではないんですね。入ってるのかなーって子供たちが思って思わず買ってきたんですけれども、これは、1万名様プレゼントのメダルですね。これもさっきのベイブレードと同じで、この中にある、この銀河話をやって、当たったら挑戦できるというか、応募できるという感じになります。これやってみましょう。はい、その他に目玉としてこちらのすき焼きで使える QR トリプルコインセットが入っています。はい、アニメ DVD 最強アニメ5本が入ってるそうです。これも気になりますね。そして妖怪プニのうさ豆腐がゲットできるのかな。ポスター、映画第3弾のポスターも入っています。こちらの限定カードも入ってますね。バスターズトレジャーの宇宙最速攻略ブックも入ってるそうです。はい。ということで、見てみましょう。はい。これと、ここですね。トリプルコインの QR コードと、うさ豆腐の国をゲットできる秘密のワードはこちらに入ってるので、これも右下の開くからペリペリと剥がすと、入れます。はい、はい、中に入っているのはスペシャルコインとグータラコインと旋風コインの QR コードですね。はい、こちらチェックです。そして最強アニメ DVD の5本のが何かなというと、妖怪ポンコツと帰り道はランドセルじゃんけんと妖怪ダリス、妖怪ガチンコ像、劇者不思議マガジン、ヌー魚人編と予告ムービーになっています。うん、エンマの話がなんかオリジナルであったらよかったなと思うんですが、まあそれはなかったですね。はい、中の DVD だけちらっと見ましょう。エンマ大王の絵が描かれていて、この
DVD はいいですよね。あ、うまく撮れない。はい、あ、出てきました。かっこいいですね。はい、こちらは大事に見ていきましょう。はい、では続いてデータカードダスのダブルカード付録見ていきましょう。妖怪ウォッチバスターズ鉄器軍のキラコマ、ウキウキペディアドリームのロボニャンのカードになっています。お、すき焼きで入力すると鉄器軍限定妖怪パスワード付き。へー。はい、今回の付録のカードの下のパスワード、これはもう個人個人の一回きりのパスワードなのでちょっと教えられないんですけれども、このパスワードを妖怪ウォッチ3で入力して、入力成功で豪鉄魔と戦える鉄器ストーンがもらえるそうです。バスターズトレジャーで鉄器ストーンを使って豪鉄器と戦うと、倒すとヒーローニャン&ダークコマをゲットできるかもしれないっていう感じですね。はい、こういうパスワードがついてるそうです。はい、そのカードはこの部分をミシン目で切り取るとこんな感じで入ってますね。はい、キラコマのカード、ロボニャン USA のカードになっています。はい、裏はこんな感じになっていて、この部分にパスワードがあるんですね。はい、この部分を入力してぜひぜひ戦ってみてください。はい、そして中に入っていたポスターはこんな感じです。切り取り線で切り取るとこんな感じのポスター、映画館とかによくあるやつですね。はい、裏はこっちのバージョンのポスターになっています。これはかっこいい。はい、ぜひぜひお部屋に飾ってみてください。はい、ではラスト、こちらの銀剥がしやっていきましょう。めでたいトレジャーのメダルにはごく毛穴の容器が入っているそうです。毛穴の容器って、はい、詳しくは裏をチェックということで裏をチェック。はい、妖怪ウォッチ3で容器を開放すると妖怪たちの能力を上げたりできるヌーパーツが出やすくなる効果が発動するのだ。これはすごすぎるということです。はい、これでは銀剥がしやっていきましょう。はい、銀を剥がすときにはセロハンテープを使いましょう。こちらの4つの妖怪から好きな妖怪を1つ選んで銀を剥がします。ここで出たもので、ステップ2で剥がせる銀の種類と数が決まるそうです。こちらでステップ1で決まった銀を剥がしてみて、ヒットの合計が6個以上ならガーディアンを撃破したということで、こちら応募に使えるそうです。はい、ではさてやってみましょう。さあ誰にしようかなと言っても、もうコアラニャンかジバニャンにしようと思ってるんですけれども、どっちがいいかな。でも今回はコアラニャン出てきたからな、コアラニャンでいきましょう。はい、青い銀を10枚剥がせると出てきました。10枚中6枚がヒットだったらいいんですね。まず1個目いきます。ヒット。2個目いきます。どうかな、ヒット、よかった。3枚目いきます。外れ、外れが出ちゃった。はい、4枚目いきます。ヒット。はい、5枚目いきます。ヒット。6枚目いきます。ヒット。7枚目いきます。ヒット。よし、よしよしよし、もう出ましたね。なのでとりあえずクリアなんですけれども、10枚剥がせるので10枚剥がしていきましょう。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。はい、8、ヒット。9、外れ。10、ヒット。はい、ということで無事応募に使えるので応募してみたいと思います。はい、ということで今回はコロコロコミックの1月号、そして妖怪ウォッチ丸ごと友達ファンブック第8号、こちらの付録を見てきました。では次回もお楽しみに。
チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。